じゃじゃーん。今日は新しい冷却冷えプッシュ、プッシュ冷えでした。プッシュ冷えを使ってみたいと思います。これはね、どう使うかと言いますと、まずこの装置、この装置ですね、この装置におしぼりを巻きつけます。で、なんと結構グッとね、グッと巻きつけて、穴とですね、ここをですね、こうします。で、これを逆にしてプッシュ。おー、これだけでいいらしい。こんだけで本当に。ちょっともうちょっと締めようか。プッシュ。あ、いい音しましたね。なんと、お、カチカチの、カチカチのおしぼりが出来上がりました。あ、すごい、もう凍ってる。こんな、こんな短時間で、おお。で、これで首を冷やす。あー、冷たい。最高だ、最高です。凍ってます、めっちゃ。しかも結構、結構持続性がある。おお。皆さんもね、ぜひね、この冷えプッシュ、これからの時期に最適です。で、さらにね、これを取り外します。で、こういうノズルタイプもあってですね、足をね、内見した時とかに、こう衣類の上から、あ、衣類の上からだったら、あ、冷たい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 、凍っちゃった、靴下が凍っちゃった。衣類の上からこういう風に、まあ、ちょっと離してですね、シュッと、すごい冷たい。あ、ちょっと、あの、本当捻挫とかにいいかも。衣類の上からプッシュしてください。以上、冷えプッシュです。これいいね、ゴルフに。冷たいおしぼりを作れる。いいね。アップバンクストアに売ってるから検索してみてね。